はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。前回は、あれに荒れましたね。ハイウェイを逆走してね。いけるいけるいけるできるできるできる。はい、集中して、呼吸を整えて、とかね。いっぱいやっちゃいましたけどね。続きましては、不眠症に悩まされているセクシー姉ちゃんだね、のパートをやっていきます。すごいね、傘もさす、カッパも着ずにね、雨の中をかっこして、かっぽじゃないな、暴走だな。はい、じゃあ降りましょう。前回はね、タンクトップにね、白いパンティ一丁というね、中でね、で、しかも強姦に襲われる夢を見るというね、なんだろうな、そういう願望でもあるのかな。はい、ということで、なんかモーテルに来たね。これあれだよね。E さんが泊まってるホテルだよね。不眠 I'm 症。worn out. 疲れた。I've got to sleep. 寝ろよ。寝よう The ぜ。reception. 寝てみて。部屋が空いてるといいけ Let's ど。hope they've got a room 確かに。left. そりゃそうだな。ちょっとカメラが切り替わると入るのが非常に難しい。相変わらずのコントロールが難しい。あれ？今なんか、ワープしたね。The 大丈夫？atmosphere here is one of 昨日から行方不concern as 明の there ショ is still ーン・マー no ス。news おお、of E さんの 10-year-old 話だ Sean ね。どこ Mars や who どこや。disappeared yesterday. 未だ A 新しい recent 情報は report 入っておら indicated ず、that the 国際police 司法などによる当局もこの事件を折り紙寿司店による誘拐事件として扱っていると by the のこ If this とです。information is confirmed, もし he 犯may 行が確認されれば、これまでの被害者が誘拐の3 victims 日から3日後に殺害されたことからも、abduction. 生存の可能性が示唆され Obviously, ます。time is running out 時間との戦いの中、the 警察はショーン君の方に全力を注いでいます。いや、そうは見えないけどな。FBI の人はね、すごい頑張ってるけどね。ノーマルとかね。ピンポーン。あ、チンやな、普通は。誰かいる？うわー。犯罪を犯す空気がすごい。うわー。Hello there, sweetheart. いらっしゃい、おじゅんさん。今日はどんな ?I'd like a room. 部屋を。For you? Anything. おじゅんさんのためなら何でも。貴重をお願いします。俺ここに。お名前はなんて言うの？今晩空いてる？僕が部屋に行ってあげようか？いいことしてあげるよ。大丈夫、怖がらないで。おい、マディソン・ペイジ27Single. How long will you be staying with us, Ms. Page? I don't know yet. 決めてないわ。Room 201. 201. Last floor, stairs on the right, in the courtyard. 階段は中庭ですよ。Thanks. ありがとう。The pleasure was all mine. That's for sure. 絶対後で部屋になんかマスターキーかなんかで来るよね。Room 201. Stairs on the right, last floor. That obnoxious receptionist better not have a spare key to my room. The thought of it leaves me in a cold sweat. こうなんかアメリカに行った時にいつも思うんだけどさ、こう日本にはなかなかない感じのさ、こういうスナック菓子とかの置いてある自販機とかを見ると、やっぱすごくね、魅力的に感じるんだよね。で、向こうはあんまり小銭使わない文化だからね、結構ちょっとあれなんだよね。お札だけで入れるとなんか小銭を使うのがなかなか、抵抗感があったりとかするんだけど、ごめんなさい、ちょっと操作が難しい。行こう。なっと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 。はい、操作。うい、そう。はい、行こう。はい、慣れて。慣れて。どこ行く気？はい、そっち。はい。ゴー。なんで右押してんのに、なんでそのままストレートにバックしていくんや。最上階の201号室ね。じゃあ入りましょうか。おい、 E さん逆走してきて、おかえったか。違う、こら、問題ごとから避けようとすな。はい、ストレートに行って、ゴー。 Sir? Are you alright? 大丈夫？救急車呼ぶわ。あら、I'll call an ambulance. No ambulance. 頭の右、救急車ダメだ。You're badly hurt. ひどい怪我、doctor. 医者に見せないと。Please, just help me to my room. 部屋まで手を貸してくれ。It's number 207. 新手のそういうやつ、もしかして兄さん。
点の主人公なのに、なるほどね。で、引き込んで、ねえ、だって、まあ、普通ならさ、救急車はダメだって言った時点でさ、怪しまなきゃダメですよね。He doesn't want to go to the hospital. Why? だよね。ああ。じゃあここまでで。Have you got the key? キーを持ってる。ああ、持ってる。これだ。お嬢ちゃんの手柔らかくて気持ちねえ、キック。なかなか柄が悪いな。マディソン・ペイジさんは何をしてる人なんだろうね。なんかライターとか。記者とかそのあたりなのかな、うん、で、何をしなきゃいけない He's really out of it. ひどい傷。何があった What the hell? You're really in bad shape. You should see a doctor. 病院に行かないと。Must have one, maybe two broken ribs. It's not fatal. But it's sore as hell. 痛いか痛いの痛いの Your head is bleeding. It looks deep. 深そうよ。なるほど。風呂場に誘導しろということか。じゃあ、脱ぎ脱ぎしましょうか。でもちょっとね。I'll help him first and ask questions later. あら、優しい。どこから Medicine. There's bound to be a medicine cabinet in the bathroom. なんだろうな、こういう外国のホテルだかモーテルだかっていうのは薬があるもんなのかね、もともとが。どれがどれかさっぱりわからん。とりあえず上から取っていこう。背伸び。I should disinfect his cuts. 傷を消毒。おお、消毒液ゲットなのね。で、あ、戻すんかい。え？いえいえ、持ってこうよ。それを最初に持ってこう。これが果たしてその消毒液なのかどうかっていう確信はないけど、とりあえずぶっかけときゃなんとかなるでしょうよ。うん。持ってきたよ。助け。He's in trouble. I can't just walk away and leave him like that. I'm gonna disinfect your wound. しみるわよ。This might hurt a little. チクッとしますからね。お気をつけて。Sorry. Are you okay? なるほど、丁寧に丁寧に行かなくちゃいけないですね。だんだん分かってきた、この転生の時はゆっくりやらなくちゃいけないんだ。ゆっくり。はい、痛くないでちゅよ。はい。はい。あたちの目見ててね。はい、ママの目見て。そうそうそう。はい、At least it won't get infected. これで肝心不思議待ちからね。Thanks. どういうプレイ？で、続いては、なんか包帯か、あれ、危険。あれだね。よいしょ。続いては、なんだろうな。じゃあ、その下を持っていこうか。パラカモルペインキラー、administer in cases of intense pain. Do not take more than one pill every 24 hours. これ、水持ってないといけないです。それとも噛み砕いていけるけ、あの、口内溶けるようなタイプなのかな。Take this. It should do you some good. 水がないとできないんですか。It's a painkiller. いや、聞く前に飲むんかい。それがもし、いやそれ実は毒薬でさってなったらさ。It says on the box to take one every 24 hours. I don't think it's a good idea to exceed the dose. うわ、めっちゃ飲む。I can't afford to wait. 時間がないんだ。え、どういうこと？あ、そっか。だよね。I wouldn't move around for a few days if I were you. I'm gonna take a shower. お、シャワー浴びるよ。お、これはまさか、例の Let me help you. 準備ということか？私も浴びるわ、一緒にって。じゃあ、大事なとこキレキレしましょうねっていうやつやな。あの、決して経験が I'll wait here until you come out. Let me know if you need anything. 何かあったら言って。Thanks. なんか言えよ。ありがとうくらい言いなさいよ。いや、微妙に空いてるな。ちゃんと閉めろよ。あら、年の割には結構いい男って。覗く。Talk to me. That way I'll know if you pass out. 気を失ったらわかるから。What's your name?君の名前はマディソンスクエアガール。マディソン。マディソン。Are you staying in the hotel? ここに泊まってるの？不眠症。No, I live in town. この街に住んでるわ。慢性の不眠症みたいでモーテルしか寝ないのよ。I seem to only be able to sleep in motels. Don't ask me why. めっちゃ探ってる。Whenever I get too exhausted, I come and spend a night here. 喋っとるやないか。喋ってって言ってたのに。I'm. 僕はただの通りすがりだった。わー。うわ、これ。これどんな感じだ通りすがりの And what else do you do, Madison? Apart from fixing up strangers. 職業は I'm a photographer. 写真家 I take pictures of furniture for fashionable design magazines. Design magazines. And you? あなたは僕は I'm an architect. お水なんかあったっけか
いつの間に買ってきてたんや。あれ、前のパターンだったっけ。あれ、会話途絶えたぞ。会話途絶えたぞ。あれ、大丈夫。あれ、会話途絶えたし、何も喋ることもでき、お帰りなさい。Thanks for staying. I feel a lot better now. 三錠も飲んだらな、一過性でよくはなりますわな。Okay. 大丈夫。じゃあもう行くわね。It better get going then. どうだ、やることやっていかないか。え、そんなやることなんて、そう、包帯を頭に巻いてくれないか。 By the way, you never told me your name. Ethan. Ethan. Weakness. Be careful, Ethan. お大事に、イーサン。下の名前聞いたらな、もしかしてってなるかもしれないけどね。うん、下の名前今教えられないんでね。うん、もしニュースで見る、あれ？Man, I'm thirsty. I'm still in pain, but I gotta keep going. The box. I have to open another origami figure. そうだね。ちょっとすいません。主人公変わりました。とりあえずお水飲みます。うい。これお水なんだね。日本酒とかじゃないよね。大丈夫。か、あ、うま、あれの、入ってる。入ってたよ。しかも蓋つけたままじゃね？あれ？そういう仕様なのかな？そういう特殊能力なのかな？蓋を開ける動作だけは忘れらんねえみたいな。I don't know why she helped me. なぜ俺たちが？ I hope she won't tell anyone. そうだね。I don't have much time. I've got to find my son before it's too late. 箱を見つける前に、これは何かのパートで見た同じシーンだね。いつかここ関係してくるところがあるのかな。とりあえずじゃあ箱を見つけ、あれ、ああ鎮痛剤か。じゃあ箱オープン。さてさて、次の折り紙の中には一体何が入っているか。でもあの動画がいつ撮られたものかっていうところだよね。あんなタイムリーじゃないでしょ。だってどうなの、あれライブ中継、ライブ中継ならまだ救いはあるけど、過去に撮られた動画とかだったらもうアウトだからな。全部行くんか、2位から行こうや、2位から。続きまして、2、これはなんだ、蝶々の、あれかな、息子を救うために命かけられるか、エンバーカデロストリートの古い発電所へ行け。なんかもう本当に、そう題材にしている感じがするよね。命をかけられるか。お前の体の一部をもらうみたいなね。エンバーなんとかストリートの古い発電所行けみたいなね。さあ行こう。ドアを開けば。で、彼についてきたマディソン・ペイジが巻き込まれるっていう感じかな。ここで終わりかね。一旦。区切りがいいから。だね。はい。ということでまた FBI のノーマに戻ってきたというところで本パート終了とします。また次回お会いしましょう。バイバイ。